松本イガラスの橋学校を卒業して英国へ留学する間際私は途方もない馬鹿げた夢を見た何でも私は長い橋を渡って真っ暗な道の片側をコツコツ歩いていた全然見たことのない外国の景色である 曲がりどの窓にも電灯がついてその一頭だけは別世界のように闇の空に浮かび上がっていた。と思うと私はいつか酒場のカウンターに寄りかかって舌なめずりをしながら辺りを見回していたあっちの隅こっちの隅に数人の男が固まりあってビールのコップを傾けている。 月あたりの棚にはレッテルや形の変わったさまざまな酒瓶が並んでいるナポレオン参世式のいかめしい口ひげを生やした球児が純白な上着を着て帳場台と棚の間をせわしげに歩いていたふと気がつくと私は傍らに立っている労働者邸の親父と口論をしている鼻の先の赤い醜い要望の男であった みこと,と言い争っているうちに私は面倒くさくなってひじで相手をついた親父はひとたまりもなくばたりと床へ倒れてしまったあまりのたあいなさに私はやや意外な思いをして足元に転がっている男を見下ろした男の横っ腹に担当が突き刺さっているそして真っ赤な鮮血が流れ出していた 私はうろたえて鳴すことも知らず、茫然と死骸の片瓦らに立っていた。急にあたりがざわざわしだした。そこここに言い合わせたうさん臭い男たちがじりじりと詰め寄ってきた。私は恐怖の念に駆られて前後の考えもなくいきなり身近の男を突き飛ばし、人垣の間をかいくぐって悲鳴のようにその場を逃走した。 人々は口々に罵り叫びながら私の後を追ってくる群衆の数は刻々に増してどこまでもどこまでも追跡してくるのである私は細い道をくぐってコマネズミのように逃げ回った私の行く手には時々レンガ塀があり土ブがあったりしたそれを巧みに乗り越え飛び越え死に物狂いに走ったが その最中も私の心は逃げるのは卑怯だと責めていたそのうち長いつり橋のたもとへ出た橋の向こうからも黒山のような群衆が重なり合って殺到した逃げ場を失った私はつり橋のてっさに飛びつくなり危うい綱渡りを始めた私の体はふわふわと宙に浮いているようだ 真っ暗な空に大きな星が揺れている群衆の時の声がだんだん遠のいた私はいつかつり橋の高い塔の上へ登ってしまったのであるはるか下には幾百とも幾千とも数えきれぬ黒い人影がうようよとひしめき合っているそのとたんパッと火花が見えたと思うと私の横っ腹がひやりとした 弾が当たったがっのだ。やられたと私は叫んだ次の瞬間私の体は木の葉のように塔のてっぺんから川の中へ真っ逆さまに落ちていった目を覚ますと私の枕はびっしょりぬれている心臓は激しく動悸を打っていた陽光を前に控えていたので そのの夢は少ななからず極みの種となった。なぜなれば多くの場合私の夢は未来を語るからであるやがていよいよ海を渡って英国ロンドンに住むようになった私は町の中心を離れた閑静な公園の横手に宿を定めて図書館へ通ったり散歩の場所を探し歩いたりして日を送っていた。 その間も洋光前に見た酒場の夢がだいぶ気になっていたそんな夢が事実となったらそれこそ一大事であるそのような次第で私は酒場へ絶対に足を踏み入れたことはなかった幸い生来酒に趣味を持っていなかったのでその点では何らの苦痛をも感じなかったのであるしたがって5年間の私のロンドン生活は たであったちょうど5年目の終わりが来た時私は家事上の都合で急きょ帰朝せねばならぬことになったそれがあまりに突発的であったのでせわしさがいっときに固まってきたいわく領事館行き帰省者行き送別会その間には買い物もせねばならずやりかけた仕事も区切りまでは片づけておかねばならず また、5年間にはそれぞれ知人もできたのでいとま乞いに顔を出さねばならなかったそんなわけで朝早くから宿を飛び出して夜遅く帰るようなことが幾日も続いたしかしそんな忙しいさなかでも私は新聞の社会記事に目をさらすことを忘れなかった日頃新聞記事などにあまり興味を持たない私がそのように新聞に凝り出したのは理由がある それは戦争の生んだ恐ろしい犯罪としてその頃全英国の人心を侵害させていたノルマン・ベイリー事件であった新聞の見出しにノルマン・ベイリーに関する記事が載っているのを発見すると幾枚でも買い込んできて読みふけるのを常としたこの事件は19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて ロンドンド市ホワイトチャペル街付近に恐ろしい犯罪の数々を巻き起こした有名な「殺人鬼ジャック事件」以上に人心を脅かした読者のうちにはジャックと言っても知らぬ人があるかもしれぬゆえノルマン・ベイリー事件を記す前にジャック事件を語るとしようそもそも事の起こりは1887年のクリスマスの晩一売春婦が 何者かに残殺されたのである。その犯人の目星さえつかぬやさき同種類の婦人が同じ方法で殺害されたその翌年にはさらに12人の犠牲者ができた貧憑たる殺人事件に市民の恐怖は極度に達した警察の無能が激しく非難された12人の犠牲者は、 いわゆる辻君と称される階級の女で誰も鋭利なナイフで喉をえぐられ四肢をバラバラに切断されていたこれらの残酷なやり口から犯人は強人かあるいは極悪非道の人物で多少解剖学の心得あるものと推測された犯行の目的は単に血に飢えた凶暴な心の衝動を満足させるためかあるいは 執念深い復讐心を全うするためかその2つであると考えられたけれども犯人と犠牲者との関係を思細に研究してみると犯人は直接相手の女に対して恨みを抱いていたとは考えられないまた相互の間にそのような犯罪を醸すような利害関係が潜んでいようとは思われなかった同年の9月30日に 2人の女がまたしてもこの不可解な悪魔の犠牲となったがこの時はいつもと違って最初に殺害された女は喉をえぐられたばかりで獅子は切断されていなかったこの事実は彼が犯行中何者かに妨げられたということを物語っているそこで犯人は直ちに第2の犠牲者に手をかけて思う存分切り裂いなんだのである 進出鬼没とはおそらくこのようなことを言ったものであろうか。河野町では犯罪が突発したかと思うと数を離れた大津町で同じ犯行が演ぜられる変幻出没の極まりなさに警察ではほとほと手を焼いてしまった某新聞紙はこの殺人鬼に「ジャックという金をつけて盛んに世人の好奇心をそそるような記事を書き立てたので 殺人鬼ジャックの名は全英国はおろか欧州から果ては海を越えて遠くアメリカまで喧伝されたロンドン人は殺人鬼ジャックの名を聞いただけでも戦慄したことにおしろいを塗って暗い夜の街を徘徊する卑しい家業の女たちはその当座ぱったりと影を潜めてしまった市民は 当局が幾日たっても犯人をあげえないのに業を煮やし中には奮然と自ら探偵となった者も,もあったそれらの素人探偵の中にはエーラン銀行の総裁もいた氏はみすぼらしい労働者に変装して毎夜のごとくインバイクツの付近をうろついてひたすら謎の人物の逮捕に努めたまたその頃、犯罪学者として有名なウィンスロー博士は ししばしば犯罪の行われたホワイトチャペル街へ出かけていった博士はさらに「都かの新聞数種」に次のような広告文を掲載した「侵害なるジャックよ」「要はロンドン市中を徘徊する魔性の女を一掃せられんとする君の努力を他とするものなり」「願わくばよをして協力者たらしめよ」 右の広告によって博士は真犯人と通信しようと企てたのであるその結果博士は統一筆跡によるスーツの手紙を受け取ったそれにはいずれもこの戦慄すべき殺人に対する強敵な喜びを述べていたそしてある手紙には次回の殺人は12月9日に刊行すると記してあった 最初博士はそれらの手紙を何者かのいたずらであろうくらいに考えていたところが12月9日になって予言のごとく新たな犠牲者が現れたので手紙の主は確かにジャックであると推定サルルに至ったこの時の犠牲者はメリー・アンという若い女で白昼道路に面した室内で喉をえぐられ 無残にもし,しを切断されていた。部屋の窓にはカーテンがかかっていなかったから往来の通行人から容易に室内を見通されるはずであったその後博士のもとに届いた最後の手紙に「ジャックはもはや殺人に飽きたるゆえ再び出現せざるべし」とあった。 事後恐ろしい犯行は全くロンドン市に後を絶った殺人鬼ジャックの身元については手樹な臆説がある人々は彼をパリの風天病院から逃亡してきたロシア人であるといいまたある者は私立ロンドン病院に収容されていた患者の中にかつて辻気味に騙されたといされたと言って ロンドンド市中の白首連を皆殺しにすると口癖のように息巻いていたウィーン生まれの男があったから彼こそ殺人鬼ジャックであろうというのであるしかしながら多数の探偵や犯罪学者が協力してこの事件の解決に努めたにもかかわらずジャックの正体を突き止めることはおろか犯罪の動機さえ明白にすることができなかったこの事件は今日なお 犯罪学者の解くべからざる永久の謎としてて残っている。殺人鬼ジャックの犯行は言語に絶するほど残酷を極めたものであったが犠牲者の範囲はある特殊階級の布陣を出なかったこれに反してノルマン・ベイリーの犯行は多岐多様でいつ何時どこから飛び出してくるかあらかじめ計り知ることは不可能であった。 それゆえ老若男女を問わず世人がノルマン・ベイリーの出現に恐れおののいたのは赤日の殺人鬼ジャック以上であるそれは静かな日曜日の朝の出来事であったロンドン市を南へ去る50マイル余りの地点に海水浴場として著名な B 市がある道の両側にプラタナスの茂った C 通りは市でも一流の住宅地で 海岸に近い外れの家から2軒目に給食陸軍少佐ノルマン・ベイリーと妻のルシナが住んでいたルシナは界隈で評判の高い美人であったその朝ルスと呼ぶ少し耳の遠い女中がいつもの時間に朝食をのせた盆を2階の寝室へ運んでいったドアを叩いても答えがないので 不審に思いながら細めに扉を開けて室内を覗くと、婦人が鮮血に染まって床の上に倒れていたのである。急報によって、所轄警察署から数人の係官が現状へ急行した。夫人は最初ピストルで全額部を撃たれ、混沌したところを薄い寝巻きの上から鋭利なナイフで心臓を刺されたのである。 死後わずかに2時間を経過したのみで犯人と目されている夫のベイリーはその時から行方不明になっていた女中の公共によれば前夜2人は連れ立って活動写真を見に行き夜遅く機嫌よく帰ってきて就寝したということである書斎のテーブルの上にピンで留めた一葉のノートがあったそれにはペンの走り書きで 次のごとく記してあるて「私は世の中で一番愛していたものと別れたこのようなことをしでかしたくはなかったのであるしかしやむをえない神を許したまえ私は嫉妬や憎悪のためにやったのではない彼女を愛すればこそである」 私のきがらを探すなら海へノートには署名はなかったけれども彼と取引を持っている土地の銀行家成菓子はその筆跡を彼の自筆であると証言している警察は八方に人を脈して付近の海岸一帯をくまなく捜索せしめたが用として彼の消息はなかった ロンドンド市ハンマースミス町に居住している被害者ルシナの母親は警官の尋問に答えてノルマンは本当によく気のつく親切な男でした私どもが初めて会いましたのは2年前でノルマンが戦地から帰って間もない頃でした娘とは大変仲が良かったので結婚を許したのです2人は その後、幸福に暮らしているようでしたから私も安心しておりましたあんな優しい男がどうしてそんな恐ろしいことをしたのでしょうどうしても正気の差だとは思われません何卒この手紙をご覧になってください母親は涙ながらに一通の手紙を差し出した 母上様よ、私はお年を召したあなたにこのような嘆きをかけるのをはなはだ苦痛に存じております。私は何をやったのか自分でもわかりません。私はこれから愛する妻の後を追う覚悟です。私の頭は混乱して何事も考えることはできません。 幸福の絶頂から暗黒のどん底へ、一足飛びに降りた私の心をお察しください。お母様の幸福を祈ります。手紙の日付は犯罪の行われた翌々日、すなわち火曜日で、郵便局の消し印はロンドン市西区であった。被害者と親交のあった B 氏の林家の娘エラは、強行のあった前夜、 ベイリー夫妻と活動写真を見に行った折りの模様について、お二人ともいつもと少しも変わった様子はありませんでした。二、三日天気が続いたらみんなで釣りに行こうなのとノルマンさんはおっしゃっていたくらいでした。と言っている。ハンマー・スミス町に住んでいる被害者の母親が前期の手紙を受け取った人を前後して、二人の男が所在不明のベイリーから それぞれぞ初心を落手している。いずれもロンドン西区の消し印で一人は初活警察署長他の一人は教皇地 B 市で発行している S 新聞の記者であった我が池江セル署長よよはその瞬間確かに気が狂っておったに相違ありません気づいた時は私はいつかロンドンに来ているのです またしても恐ろしい病気が突発したものと思われます。血と血が溶けて流れ合い。肉と肉骨と骨がきしみ合うような惨憺たる戦争が生んだ発作的の病気なのです。それは恐ろしい悪夢です。所長よ。私がこのような滞在をあえてしたのは。

私が自ら最愛の妻を殺すに至った動機はただ愛この一時のみであったということを記憶しておいていただきたいのです我々の現在は幸福であった我々の未来も輝いていた我々は精神的にも物質的にもこの上なく恵まれた世にも幸福な夫婦であった 記者閣下よ。何とぞ記事を通じてこの事実を世間にご発表を願いたいのでありますベイリーが妻のルシナを殺害した動機は果たしてどこにあるか本人自身の手紙以外いだ的確な結論に達し得ない界隈の評判では仲の良い似合いの夫婦であったと言われているし銀行にはかなりの預金を持っていたから 財政上の理由とは思われなかったベイリーは海外旅行免除を所持し軍隊用のピストルおよび安全カミソリを携帯していった当局は犯人の国外へ逃走することを恐れ全英国の各港に厳重な警戒の網を張った事件の終わった二日目の晩同じ B 市の海岸通りで当年十三になる娘が 何者かに考察された。その抑揚には土地の漁師の崔くんが買い物の木と寂しい町外れへ差し掛かると物陰から不意に紳士邸の男が現れて停車場へ行く道を訪ねた。君は丁寧に道を教えてから二足み足歩きかけた時突然その男が後ろから飛びかかって喉を閉めた。 君は死に物狂いにもがいて大声に助けを呼んだので男は相手を突き飛ばして一斉に逃げ去ってしまったという事件があった彩君は格別の怪我もなく付近の人々に助けられて自宅へ戻った夕暮れのことであったから男の要望ははっきり覚えていないと彩君は言っているけれども色の浅黒い背の高い立派な体格の男で 別校縁のメガネをかけていたということであるそれらの特徴はルシナ殺しのノルマン・ベイリーに酷似していた日々の新聞にベイリーの写真が掲げられた少佐の軍服を着たも者背広服にべっ甲縁のメガネをかけているもの、オートバイを抱えて海浜の砂地に立っている姿などがあったこれらの写真が発表されると 各方面からノルマン・ベイリーを見かけたという報道が頻品と日々の市場をにぎました市の停車場前の広場にいつも顔を出しているタクシーの運転手は火曜日の午後新聞に出ている通り別甲縁の眼鏡をかけた男を乗せて公園まで行ったがその男は確かにノルマン・ベイリーに違いなかったと警察へ訴え出たそして男の右手の甲に 通過台の傷跡があったと言い添えている。火曜日といえば、海岸通りで小娘が何者かに考察された日である。ちなみにノルマン・ベイリーはフランスの戦線で右手の甲に貫通重装を受けていた。B 市では右の運転手のほか、停車場の改札係何が氏は、ノルマン・ベイリーが中折れ帽をまぶかにかぶって、 その晩ロンドン行きの終列車に乗ったと言っているベイリーは日曜の朝強行後一旦ロンドンへ走ったことは確かであると推測されているロンドンチャリングクロスホテルの給次長は日曜日の晩ノリス・ベントレーと長場の宿帳に記入した軍人風の客を108号の寝室へ案内したがその男が怪しいと申し出た しかし、か108号室の客はその晩球児長の知らぬ間に外出したらしくその部屋に就眠した形跡はなかったただ NB と生命の頭字を記した手提げかが遺留してあった鞄の中にはノルマン・ベイリーの名前が記入された海外旅行免状、軍隊手帳銀行の小切手帳その他 シャツ、カラーなどが入っていた。それによってノリス・ベントレーはベイリーの偽名であることが確実となった日曜日の晩にはさらに奇怪な事件があったそれはホテルの夜景のじいさんが後頭部を金槌用の凶器で強打され石段の上に人事不正となって倒れていたのであるその筋では言うまでもなく それをベイリーの仕業と目している警視庁の捜査課は全力を挙げてベイリーの行方を減担したが天をかけるのか地をくぐるのか彼は巧みに姿をくらましていたたまたま市民からベイリーが某酒場へ入ったとか汽車へ乗り込んだとかいう知らせに小躍りして時を移さず現場へ駆けつけようやくその男を引き取らえてみると案に相違して全然別人であったりした。 私はこの事件の成り行きに多大な興味を持っているどうしてベイリー事件に引きつけられたかというとそれはちょっとした理由があったそれは前年の夏私は B 氏のしかも教皇の演ぜられたうちの向かい側あたりの素人下宿に3週間ほど滞在していたことがあったからであるそして ベイリーがオートバイを横抱えにして写っている姿を提供した写真館の主人も私とは知り合いの間柄である B 氏に滞在中私は23度写真を撮ってもらったことがあったそのようなわけでとっつきがよかったせいか B 氏に勃発した奇怪な事件は少なからず私の好奇心をそそったものと見える私は用事で人を訪問していても 出先で買い物をしていても絶えず頭のどこかでノルマン・ベイリーの所在などを考えていたロンドンは夏の楽しいさなかであった人々は家族連れで海岸へ出かけたり風の涼しいテムズ川の上流へボートを漕ぎに行ったりして愉快な日を過ごしているが貴重を控えた私にはそんなのんきなこともできず来る日も来る日も極度にせわしい日を続けていた。 その日も空は晴れていた。太陽がじりじりと頭に照りつけている私は用事で町へ行った帰りに H 公園を横切ってプリムローズヒルから土手の方へ向かって歩いていた私は折々疲れた足を止めて青い空を仰いだ真っ白な夏雲が遠くの森の上に浮かんでいる なぜか私は帽子をかぶっていない手を額にかざし直射する日光を避けながら歩みを運んでいるが手がじきに疲れてくる手を下ろせばまともに日光が照りつけるしかし腹のうちで「この節私はだいぶ髪の毛が薄くなったから日に当たるのは毛を濃くする日光療法かもしれぬ」などとぼんやり考えていた。 ようやく柵を越えて白っぽくキラキラ光っている往来へ出た道路の西側に同じような玄関のある家が並んでいる私の頭脳は鉛を詰めたように重かったそして私は太陽が火の車のようにめまぐるしく回りながら四方八方に激しい光を投げているのを熱に浮かされているように感じていた 私は生も婚も尽きてややもすればふらふらとその場に混虫してしまいそうであった私は一刻も早く下宿へ帰って休息がしたかったポケットへ手を入れると家を出るとき鍵を机の上へ置き忘れてきたことに気づいた私は石段を上がってベルを押したやがて内側から静かにドアが開いた 黒い仕事着に白いエプロンをつけた見慣れぬ女中が立っている私の顔を見るとですよ。と言ってさっさと引っ込んでしまった私はその後ろ姿を見送りながら「何を言ってるんだ俺の部屋は昔から4階と決まっていら新規の女中が来たんだな」 口の中でつぶやいた階段には赤黒い絨毯が敷き詰めてある少し今日は妙だぞ第一、妙な階段だ上がっても上がっても階段はなかなかなくならなかった熱があるかもしれぬ私は独り言を言いながらしきりに階段を上がっていった

こんなのは初めててだと思っていたようやく4階へたどり着き突き当たりのドアを開けてよろめき込んだ目を上げるといつの間に片付けたのか部屋はガランとして壁の額もマントルピースの上に立てかけてあるはずの友達の写真も伏せてある入り口に近い床の上にトランクが2個積み重ねてある そのわらに投げ出してある手提げかばんのうに墨黒黒と NB と記してあったそれは紛れもない伴信夫という私の生命の頭字だ一体これはどうしたことだろう私の下宿は確かにここである壁紙の色合いといい家具といい寝台の置き具合といい どう考えてても昨まで眠っいいた部屋にそういないしかしトランクは全然見覚えのない荷物であるその時ふと私の頭に浮かんだのは「私が明日明後日にも記帳すると宿の主婦に申し渡してあるので女中が私の不在の間に荷物を他の部屋へ運び新しい下宿人の荷物をここへ運び入れたのではあるまいか」ということであった。 とは思ったものの、半信半疑で窓際へ歩み寄った。果たして、これが私の寝起きしていた部屋なら信頼の影になっている。窓際の絨毯にタバコの火で焼け傷がしをこしらえた跡があるはずである。私は部屋へ入って、床の上の見知らぬトランクを見いだした。刹那それだけのことを考えたのである。絨毯には。 焼け焦がしの後はなかった私はその時間違ったうちへ入り込んでしまった自分の不注意に今更ながら気づいた私はがらんとした部屋の真ん中に突っ立ったまま家の人に詫びを申し入れて出ようかそれとも誰にも顔を合わせないのを幸いそっと逃げ出そうかと思案していると突然寝室の隣の部屋でせき払いがして「来たのかね、 という女の声が聞こえた。続いて境の扉の方へ歩み寄ってくる靴音がした私はぎょっとして立ちつくんでしまった扉を開けて顔を出したのはオレンジ色の着物を着た年若い美人であった夫人は心笑顔に「荷物はそれだけですよ。届け先はここに書いてありますから」。 すぐと言って一葉の封書を差し出したそしておどおどと伸ばした私の手のひらに十円札を載せた夫人は腕時計を見ながら「それからね先方へ荷物を届けると4時近くになるからその足で公園のマーブルアーチのところへ来ておくれよ」と命令するように言った。 私は何かしらそれを拒むことはできなかった私はすっかり運送屋になりすましたような気持ちで「はい、かしこまりました」と答えてしまったのであるトランクは途方もなく重かった私はやっと肩に乗せて転がるように階段を降りた私は門前の敷石の上へ2個のトランクと手提げかばんを置いて くねんと立っていたおりよくそこへ空いたタクシーが通りかかったのでそれへ荷物を積んで風車の表に書いてあるとおりハマースミス街へ向かった自動車は狭い道を矢のように走って瞬くうちに訪ねるうちの前へ着いたそれは橋を越えて病院の横手を曲がったところにある古びた家で玄関の漆喰はおおかたはげ落ち 柱は危うくたいいていたすり減った石段を上がって扉をたたくとしばらくして鳥のような顔つきをした痩せたばあさんが玄関へ現れた私は指図されるままに流れる額の汗をふきふき自動車に積んだ荷物を下ろして扉の中へ運んだばあさんは私の渡した手紙を読むと何やらうなずきながら引き込んでしまった 時時計を見ると4時にはまだ間があった。どこということなしにとぼとぼと足を運んでいるうちに私はいつの間にか H 公園のマーブルアーチの下に出てしまったのだ見ると青々と茂ったプラタナスの墓地に赤く塗った1台の自動車が止まっている最前のオレンジ色の着物を着た女が窓から首を出して私を手招きした 私がおずおずそばへ行くと「停車場へ行ってカバンを受け取ってくるのですよ私はここに待っているからね」と女はそう言って手提げ袋の中から手荷物引き換え切符とちりよけのべっ甲縁のメガネを出して手渡した私はそれを受け取ると黙々として自動車のそばを離れた何という馬鹿げたことだろう。 この忙しいさなかにこんなくだらぬ人の用事を引き受けているなんて俺の頭はよほどどうかしているぞと私は心の中で思っていたふと気がつくと黒っぽい日傘を横抱えにした中年の女が最前から前へ回ったり後ろへ回ったりして私の後をつけていた妙なやつだ。 いったい俺を何と思っているんだろう。絵の曲がった時代遅れの日傘などを持った女に付きまとわれるなんて恥いった話だ。私は足を早めて町角の喫茶店へ飛び込んだ。ついた手の影のテーブルについて紅茶と菓子をあつらえた。するとすぐ後ろの方で、私にもそれと同じのを、という声がした。 なんだしっけなと思って振り返るとそこには最善の女が目を光らしてこっちを見つめている私は憤然として店を飛び出してしまった四角な大時計が振り子を思い切って動かしていた私は V 停車場の構内をせかせかと歩いているのであったさんざんまごついた挙げ句 ようやく荷物取扱所を見つけて引き換え切符を差し出した。青筋棒をかぶった男が無言のまま小型のカバンを投げてよこした。みかん箱ほどのカバンは二、三軒先へ転がっていった。私は慌ててカバンに手をかけたが予想外に重いので、一人の力ではどうにもならなかった。それでも私は、 玉のような汗を流しながら夢中になって担ぎ上げようと焦っている私の周りには大勢の人々が集まってきた一人の男がいきなりそばへ来て「この荷物は君のか?と」と王妃に尋ねた私は自分の所有物でない胸を答えたが彼は点で信じない様子で「では」 なかはんだらぬというのだね。と言いながらカバンを引き起こして荷札を改めにかかったその時初めて発見したのであるがカバンには NB と記した文字を抹消した跡がある「やっぱりそうだ B 氏から発送した荷物だな」とつぶやいて男は鋭い目で私を凝視した。 見ると最前私をつけていた女が男の後ろに立っていて何事かささやいていた私は名乗しがたい恐怖に襲われてやにわに人々の袖の下をかき分けてその場を逃走した真っ黒な群衆が時の声を上げて追い迫ってきた私は V 停車場の構内から高いレンガ銘を乗り越え立橋を渡って自動車会社の塀に沿って走り でこぼこの道路をつまずきながらようやく川岸へ出たさらに橋を渡って対岸の高原へ出た細い小道を抜けると灰ぼこりの中を黄色い電車が走っている私はそれに飛び乗って終点まで行った夏の日はもう陰っていたので私は初めてホッとした気持ちで町外れのホテルへ入った 簡単な食事を部屋へ運ばせたがどういうものかさらに食欲がなかったのでそのまま診断へ潜り込んだしかし不安は絶えず私につきまとっている今にも警官が踊り込んできそうな気がして廊下に足音が聞こえるたびに胸が踊った私はどうしても落ち着いて寝ていられなかったので足音を盗んでひそかに夜更けの町へ忍び出た 街には人人の子一人歩いていない。てな頭上の空には無数の星が触れ合ってミシミシと氷の砕けるような音を立てていた公園の一門は青白いガス灯に照らされている私は明るい星の光を恐れて樹木の茂った暗い公園の中へ逃げ込んだ公園をうろうろ歩き回っているうちに次の日の暮れ方が来てしまった 私は無勇病にかかっているようにあてどもなく町から街をさまよっていた「夕刊新聞を買ってみるとノルマン・ベイリー現る」という見出しで B 氏の強行以来その筋の目をくらましていた快感ベイリーは昨日午後突如として V 停車場に姿を現した彼は頭髪を黒く染め例のごとくべっぶちのガネをかけて B 氏から発送したトランクを受け取りに来たのである彼は刑事に追加されると荷物を投げ出したままその場を逃走した彼は群衆の追跡を受けながら巧みに警戒網を突破して再び行方をくらましてしまったトランクは V 警察に押収された中には血痕の付着した婦人服ストーブ用の火箸 肉切り包丁等がぎっしり詰まっていたと記しるしてあった私は読み終わるとぼうぜんとして額に手を置いた私は何者かに陥れられたのだこうしたことになったのも考えてみれば私の意思が薄弱であったからだなぜあの時一面識もない婦人からつまらぬ用事を頼まれてうかうかと引き受けたのであろう たとえ相手がいかに美人であろうともきっぱりと断るのが死闘であった血によけの眼鏡などを親切ごか臣に与えられて喜んでいたのもうぬぼれの生んだ誤りであったしかも偶然の富豪とは言いながら私の右手の甲にはベイリーと同じく大きな傷跡がある私は思案の結果とにかく一刻も早く下宿へ帰り 所持および宿の主婦の証言を得て身の証しを立てねばならぬと思った私は足を速めて歩き出した両側に並んだうちが流れるようにスイスイとすれ違っていく私は非常な速力で歩いているのだそのうち見慣れた公園の裏手へ出た。小高い芝生の丘へ上がると 赤い瓦や教会の先頭が森の外れに見えている私はいつか5年も住んでいた町の裏手へ出てしまったのである私はしばらくその角に立ち止まった何としても昨日間違えて入り込んだ家が怪しいと思い気を落ち着けて四彩に両側の家に目を注いだが私の下宿は公園の土手を降りたとっつきの3軒目で。 向かいの家は白ペンキで塗った鉄柵があるからどうしても間違えるはずはなかった私は念のために裏通りへ出て広いレンガ塀の外側を歩きながらひょいと顔を上げると私の部屋になっている4階の裏窓から見知らぬ男の首が出た私ははっとして思わず塀の陰にぴったりと身を寄せたそして何食わぬ様子で元の道へ引き返した 見ると、下宿の表門のところにヘルメット帽をかぶった巡査が2人張り板をしている「もう手が回ったな」と私は心の中で叫んだそしてどこをどう歩いたものか広々とした田舎の一本道を何者かに追われているようにせわしく歩いていた寂しい道端に大敗した教会堂が立っている。 私はその横手を曲がってうっそうとした森の中へ入った激しい疲労がズキズキと私の後頭部を襲っていた私を取り囲む草木が折々渦を巻いて行く手の道を塞いでしまう軽い風が吹いている杉の大木が弓のようにしなって赤土をバタバタ打っている行っても行っても森は尽きない 昨日から一睡もせず水一杯口に入れずこうしてあえぎあえぎ逃げ回っている自分の姿を考えると残機に絶えないやっぱり夢に呪われているのだ5年前日本をたつ前に見たあの呪わしい夢がとうとう真実になってきたのであるあの夢では酒場で人殺しをしたために人に追われた自分の姿を見たのであったが 現在の私は無実の罪で全然人違いからこのように警官の追跡を受けて苦しんでいるのである私はあまりに不合理な事故の運命に奮然として目をつぶりむちゃくちゃに前方へ突進したすねの骨が砂利になって砕けようともかまわない一刻も早くこの国を逃れてさえすればいいそう思って走ってゆくうちに 突然何者かに足をすくわれてもんどり打って二三軒先へ投げ出された振り返ってみると草むらの中に真っ黒なものが丸くなっている私はこの怪物の正体を見届けるために恐る恐るそばへ入ったが「おっ!」と叫んで後ろへ飛び下がったそれは 半ば不乱した男の死骸であった獅子を踏み伸ばして草むらの中に倒れている死骸を見ると私はぞっとして無我夢中に駆け出した一刻も早く一足でも遠く恐ろしいその場から離れたかったのだ私はシャニムに森の外れまで走り続けたがその時ふと思いつくことがあって足を止めたそれは この煩わしい警官の追跡から逃れるにはノルマン・ベイリーは100尽きて自殺したと見せるために替え玉の死骸をこしらえるに限るということであったけれどもかく思いついたもののさて実行という段取りを考えると決心は容易につかなかったのであるそれでもしばらく思案しているうちにとにもかくにも不気味ながら 元の道へ引き返してみる気になった。私は暗い森の中をしのびやかに歩いていると案外短時間に死骸のそばへ出た最初は1軒2軒離れて立っていたが私はだんだん引きつけられるようにそばへ寄っていった私はまざまざと死骸を熟知した不思議なことに草むらの中に倒れている男は どうやら私自身にそっくりある。額際の髪の毛がやや薄く目の下にほくろがあって右手の甲の傷跡まではっきりついていた私はガタガタ震えながら偶然にもノルマン・ベイリーの頭字に符号している NB すなわちバンノ信夫の頭字を刻んだ金指輪を死人の小指にはめたそして 怪しい女からもらったべっ甲ちのガネをそばへ投げ捨てたまだ何かないものかとポケットへ手を突っ込むとどうしたわけか機械にも「ノルマン・ベイリー」と記した小型の手帳が出たのでこれも死人の懐中へ押し込んだこれでいいばんこの死骸は何者かに発見されるに違いないそして世人も警察も、 ベイリーがかつて警官に宛てた遺書の中にしたためたごとく愛する妻の後を追って自殺を遂げた者としてこの事件は一段落を告げるであろう私はほっとしてその場を立ち去った森を抜けると遠くに汽笛の音が聞こえたのでその方向へ足を運んだ丘の下に小さな町がある。 赤いシグナルの柱のあるところが停車場であったカーブをしたレールがキラキラ光っているちょうどロンドン行きの上り列車が出るところであった私は素早く最後尾の空いた客車に乗りロンドンへ入らない前にイーストの D 駅で降りたその間も私は新聞紙を広げて顔を隠していたのであるにぎやかな狭い町へ出た 私はまた人通りの多い街角を幾くまがりもしてとあるさびれた裏通りにある酒場の隣の間口の狭い家へ入ったそこは日本人の経営している会員宿である粗末な椅子に腰をかけて日本の古新聞を読んでいた赤ら顔の主人は最初うさんらしい様子でしげしげ私を見守っていたが私が札束をたくさん持っているのを見ると意味ありげに微笑をして ガラリと態度を変えた。そして私の要求に従って、誰も気づかぬような四階の屋根裏へ案内した。ここなら安心だ。静かな部屋だから当分落ち着いているがいいよ。用事があったらその紐を引くがいい。いつでも俺が用を渡してやるよ。と主人が言った。私は疲れ切って、 たえをする根もなかった亭主が言ってしまうと汚いベッドへ潜り込んで前後不覚に眠ってしまったおよそ幾時間を経過したかふと我に帰るとはしご段を上ってくるただならぬ靴音が聞こえてきた「ここだここだ!」と誰かが叫んだ続いて私の隠れている部屋のドアを 割れるように叩くものがあった。もうダメだいよいよ捕まったのかと私はすっかり観念してしまったいきなり扉が開いた警官が2人つかつかと入ってきた先に立った男は私の肩に手をかけて力任せにこづいた。と思うと目が覚めた。 私は裏庭の木陰で朝刊新聞を胸の上に載せたまま昼寝をしていたのであった目の前には友人の吉野泰尉と電気学者の木村君が笑いながら立っている何だ夢だったのかと私はつぶやいた眠っている間にだらりと垂れた私の右手の甲を蚊が刺して赤く腫れ上がっている ちょうどそれはノルマン・ベイリーの右手の甲にある貫通重装と同じ箇所であったので私は苦笑しながら立ち上がっただいぶうなされていたねと友達は言ったその日私は宿の主婦の肝入りで2人の友達をお茶に呼んだのであった夕日が赤く木々の間を照らしていた間もなく お茶の鐘が鳴った。それから数日後私は白山丸に乗っていよいよ帰庁することになった帰船まで見送りに来てくれた吉野大尉の残していった新聞を何気なく広げてみると長らく行方不明であったノルマン・ベイリーは書き置き通り死骸となってテムズ河口に発見されたという記事が掲げてあったそれによると 死後数十日を経過し全身不乱して鑑別に硬いが身長五尺八寸上場はそういれば右手の甲に傷跡があり所持品として NB の彫刻のある純金の指輪自動車運転の面上の断片手帳、別行縁のちりよけ眼鏡の破片等があったのでそれによりノルマン・ベイリーは 身自殺を遂げたものと認定されたと記してある船は動き出した私はブリッジに立って遠ざかりゆく英国の海岸を眺めながらぼんやりとノルマン・ベイリーのことを思いふけっていた私の夢はいつも現実となる数日前の木陰の夢がはっきりと目の前に浮かぶ 自分がいつの間にかノルマン・ベイリーになりすましていたり森の中で不気味な自分の死骸を見たことなどを思い出したしかしそれにしてもオレンジ色の着物を着たあの美しい婦人は何者であろう私はいつか夢で見たその婦人に会うことがあるかもしれぬあるいは数年後上海辺りの公園で とっくに自殺したはずのノルマン・ベイリーとその夫人とが連れ立って散歩しているのにぱったりと出会うのではないかなどと思うのであった船は港を遠く離れた。